えっと、ゆんまま様、ありがとうございます。あのアカウント、不思議ですよね。でも、とっても綺麗。あ、綺麗なんですね。ちょっとこのね、アカウントがわかんないんですよ、僕まだ。5日は審査の日の夜空でしたね。なるほど。今日は何だろうか。先日の投稿は12時だったんで、今日もお昼頃かなと待ち遠しいです。えー、な、謎なので、余計にワクワク、ドキドキで、なんか楽しいですということですね。うん。ね、でも、羽生くんの関係者の方のツイッターだと思うので、 まあ多分そうだと思うんですけど、ちょっとそこの、どんなツイたのかちょっとわかんないんで僕も。うん。非常に不思議な感じはしますけども。えー、黒水さんよろしくお願いします。1月6日午前0時に、羽生譲弦モデルのブレスレットの予約が始まりましたということですね。ブレスレット。なんか高,高そうな気がしますね。うん。私は朝市で申し込もうと早起きしてアクセスをしましたが、えー、時期ステイに、えー、遅し、 うん。えー、初回予定数の完売をしてしまいました。本当に一回言いますね。もう本当に。うん。もう常に、もう、波乳アンテナをやってないと、もうすぐダメになっちゃいますね。あのブレステッドをして、ドームでフラッグを振るぞと思っていたのに、えー、決してお安くはないブレステッドなんで、あ、どれぐらいすんだろう。1日、2日くらいはあるだろうと思っていました。まさかの夜中のたった数時間で完売とは、夜中なんですね。そう、ありえないですね、ほんとね。 もう寝不足になっちゃいます。いつ来るかって。うん。ハニューグッズはお早めにが基本なのに、読みが浅かったです。ということで、昨日はちょっと落ち込んでいました。次回はいつ販売してくれるのかな、ということですね。いやー、もう本当に人気ありますね。うん。もうグッズ、これどうやって、でも、あの、グッズ販売するとこって、まあ、いつも決まってるんでしょうかね。だとすれば、もういつも更新、更新、更新って言って、もう常に更新しなきゃいけないんで、もう大変ですね、本当に。うん。 えー、黒宮さんも言ったです。えー、去年の大晦日のドラえもんスペシャルに、羽生結弦選手ではなく、羽生滑る、は、あ羽生滑る選手が出ていました。ということで、羽生滑る選手。なんだろう。えー、スネオが超高級カメラで金メダリストの羽生選手と4回転アクセルを狙うも、ツイッターで話題だった、羽生結弦の写真撮るの下手くそ選手権みたいに失敗してしまった、えー。そんなのあるんですね。うん、なんかいろんなのありますね。 あの初めて知りました。しかし、ドラえもんの力でやり直して、羽生選手の写真がうまく撮れたという話。スネ夫は羽生選手のファンで、スネ夫ママとともにきっと相国の会に違いない。よくサダ,サ,サダエさん本人役で有名人が出てきたりしますが、羽生選手も出るかなって思っています。なるほど、ちょっとよくわかんないですね。 まず、ハリワ選手っていうのわかんないし、スネオがなんで出てくるんだろうっていう感じですね。なんか、ドラえもんとかサザエさんが登場してきてますけど、どういうことなんだ、一体。うん。なんか,か、なんか、流行ってるのかなうん。アルキさんよろしくお願いします。あのアカウント更新されていましたね。今回は、羽生さんが震災後スケートを続けていいのかどうか、心の葛藤を呟いていました。 うん。あ、でもこれ、羽生くんの言葉なんですね。そして、東日本大震災で被災された福島の方を訪問した動画も上がっていて、自分の金メダルが被災された方への励ましになっているのであれば、滑っていてもいいのだ。そして、それでは幸せなことなんだと呟いていました。うん。やはり、震災関連のようです。あと、何回かありますが、きっと震災関連のことを自分なりに呟いていくのかと勝手に想像しています。そして、最後、何、どこに、 誰に行き着くのかも楽しみです。ということで。羽生くんのツイッターなんでしょうかね。羽生くん関連の。ちょっと気になりますね。うん。あとべよさんどうもです。アルキ様更新されていました。2015年と2日、えー、2つ目の金メダル取った時の福島の映像もやはり震災関連のアカウントですね。えー、震災を忘れないためのアカウントなんでしょうかね。ということで。うん。羽生くんが本当やってるのかな、これ。 ちょっとちょっと気になりますね。うん。あや55さん、よろしくお願いします。以前は全日本出場は必須ではありませんでした。うん。昔の本田さんなど。で、その後必須となり、えー、措置の後に高橋選手の措置前の、うん、全日本で怪がで無理を、えー、させられなくなったことから、全日本選手権出場必須に、えー、注射が追加されました。なるほど。うん。 羽生さんが怪我や病気で全日本欠走しても、えー、世界選手権や OP に、えー、選出されたのは選出条件、ワールドスタンディングシ,シーズンワールドランキング、えー、シーズンベストトータルスコアランキング、そのシーズンのグランプリシリーズ及び えー、前年の世界選手権での成績を満たしていたからです。うん、特にワールドスタンディングは、えー、世界トップでシーズンランキングベストトータルスコアも日本人トップだったと記憶しています。羽生さんが全日本出場していないのに選出されたことに疑問を持つ方たちは、えー、今回のリクルーペアについても同じように疑問を持たれているのかなそういう意見をあまり見かけないので不思議な気持ちがしますということです。あ なるほど。まあね、そういうことですよね。うん。まあ、リクりゅうペアの場合は、あの、今、たぶんリクりしか出ることができないからっていう方もあると思うんですよ。まあね、羽生君に言ってたまあそういうことですよね、つまり。うん。